死刑の歴史では刑罰としての死刑の歴史について記述している。中世ではないが1921年のアフガニスタンで行われた刑罰。この事例では強盗犯がカゴの中に閉じ込められが死した。死刑は身体刑と並び、前近代には一般的な刑罰であった。また死刑という刑罰があったわけではなく多くの 死に至る刑罰が並行して用いられていた。例えば壁に埋め込めたりして餓死させる方法もあった。懲役、禁錮などの自由刑が普及する前の時代には、現代とは異なり、死刑は必ずしも重罪に適用される刑罰とは限らず、比較的軽度の犯罪でも、簡単に死刑が適用されるものであった。前近代における死刑は、多様な犯罪に適用される刑罰であったことから、 単に生命を奪うということのみを目的とするものではなく身体系の要素も含まれた複数の死刑方法が採用されていることが一般的であった。見せしめの手段として死刑を残酷に演出するために車先、ノコギリ引き、釜茹で、家計、歴史系、石打ち、首吊り、内臓をえぐり四つ先の刑、領地刑などその執行方法は多種に及んだ。 また公開処刑も古今東西行われていた。犯罪行為に対するものに限らず、社会規範を破ったことに対する制裁として死刑が行われていた時代もあった。苦痛の多い重罪用の死刑や苦痛が少ない軽犯罪用の死刑、あるいは名誉ある死刑、不名誉な死刑などが使い分けられており、処刑方法ごとに別種の刑罰と受け止められていた。また、 生命を奪うことを目的とする刑罰という現代的定義が当てはまるとは限らず死亡する確率が極めて高い身体刑という定義も可能だった。このような認識があったことの裏付けとして生き残った場合には刑は執行済みとして放免されるという現象が見られたことを挙げることができる。受刑者の死亡自体が刑の目的となり現代的な意味での 死刑という概念が確立されるのは、後の時代になってからである。他にも、神明裁判で死ねば有罪とされるように、結果的に裁判方法と刑が兼ねる場合も存在した。死体の処分法も刑に含まれることもあり、特に、アブラハムの宗教であるユダヤ教、キリスト教では死体を焼かれると、最後の審判の時に復活できないとされているため、 受刑者の精神的重圧は強かった。死刑が多様な犯罪への処罰として用いられてきたこと、また多様な死刑が存在していたことの理由としては、自由刑が普及するまでは、犯罪者を長期にわたって、拘束、収容するという発想、制度が存在しなかったことが挙げられる。結果として、再犯を防ぎ社会的な秩序を守るために死刑が適用されることが多かった。 この時代の死刑には、犯罪者を社会から排除することだけではなく、犯罪抑制の観点から見せしめ、報復としての機能も重視されていた。そのため、特に重罪向けの死刑の場合は、より残虐なもの、より見栄えのするものであるよう工夫された。また秘匿して行うという発想はなく、しばしば祭りとして扱われた。古代では裁判、処刑は支配者の特権であり、 残首用のマサカリや、撲殺系用の棍棒といった、処刑用具は、王権の象徴であった。近代に至って、西洋で人権という新しい概念が開発され、民主主義、資本主義への移行に伴い統治機構の整備、改革が行われるにつれ、死刑の扱いは変更された。まず、刑網時代のカントやロックが、刑罰を人権侵害に対する国家による報復であると、 位置づけ、死刑はあくまで生命権を侵害した者、懲役は自由権を侵害した者に課せられるべきと論じた。そのため死刑は重大犯罪に対する特別な刑罰と位置づけられるようになり、比較的軽度の犯罪については新たに普及し始めた自由刑に移行していった。また、歳児性が否定され、非公開とされる傾向が強まった。さらに、 身体系の要素が削減されて、刑罰内容が生命を奪うことに順化され、方法は強い苦痛を与える方法を避けて、ギロチン、公子系、電気椅子、毒物注射、重殺系などの比較的短時間にあまり苦痛を伴わずに死ぬようなものに変わっていった。この変化に合わせて、多くの国で死刑の方法が一種類ない死獄少数の種類に統合され、 死刑の中での区別が行われにくくなるという変遷も生じている。現代の一般的な法体系においては死刑は一番重い刑罰とされる。非常に重いとされる罪、主に殺人罪に対して課されるのが一般的である。21世紀初頭の時点では死刑について様々な国が様々な考え方をしており人類としての合意は存在しない。その結果として 死刑存続国と廃止国の間では外国人が死刑になるような事件が起きると外交問題へと発展する事例も増えている。シンガポールではオーストラリア人の麻薬犯罪者に対して一度死刑を執行したが外交問題に発展し以降は執行されなくなった。また死刑判決が下る可能性がある犯罪者が死刑廃止国へ逃亡した場合には 引き渡しを拒否される事例も増えている。アムネスティ・インターナショナルと2020年の死刑、執行数において、イラン、エジプト、サウジアラビア、イラクを合わせた執行数は推計であり、不明の中国、北朝鮮、ベトナムとシリアが含まれていないが、少なくとも世界の全執行数の約88%を占める。 2020年では2018年の推定であり年は違うが推定数を全世界における死刑執行推定数に含めた場合全世界で執行された死刑囚の数の約81%が中国となる。また中米対話基金の報告による2018年の推計数値であるが2000人について執行された。中国では死刑方法は 銃殺刑と薬殺の二つである。前者は主に殺人や薬物犯罪等の一般犯罪に対して、後者は主に汚職等の経済犯罪を犯した場合に執行されており、現在も銃殺刑が主流である。ただし、2020年12月時点で、昆明、調査、生徒、北京、新鮮、上海、広州、南京、重警、広州、信用、大連、 安山、平朝山、小作氏、武漢、国流交渉、ウルムチでは師誌問わず、虐殺刑となっている。また公開処刑は、北京オリンピックを前にして、国際世論、特に死刑制度を廃止している、欧州諸国からの批判を交わすため、オリンピック直前に廃止され、行わなわれていない。ただし、その代わり、死刑囚が執行される直前の様子を、テレビで放映したり、 公開裁判をスタジアムで行っている。そして汚職は近年では死刑になることは稀であるが、汚職によって得られた金額の大きさや社会的影響、2012年の第18回共産党大会以降に行われたものも含まれているかによって死刑判決が下されることがある。新型コロナウイルス感染症が流行した2020年には、 新型コロナウイルス感染対策として実施が予定されていた移動制限の実務担当者二人を殺害した男性を実験発生から半年足らずで死刑執行させた。第二位であると同時に人口比率で最大なのはイランで人口が8280万人の中東のイスラーム国家で246人である。なお、日本では2017年には4人。 2018年には15人、2019年には3人に対して死刑執行が行われており、1972年以降、稲葉治が法務大臣就任期間中の1975年、1976年、2008年と2018年のオウム真理教事件加害者13人の執行を除けば一桁台で推移している。イランや他のイスラーム国家の場合は、 イスラム教の戒律を名目として、離教や同性愛や不倫にも死刑が適用される。また、レイプ被害者の女性が強姦の事実を認めた後、イスラーム法で定められた4人の証人による立証をし損なったため死刑になる事例も存在する。加害者は死刑ではなく無打ち刑で済むこともある。死刑の方法に関しても、イスラーム法に依拠した投石や生き埋めなどの死刑方法は、 他国から残虐であると、非難されている。これに対しイスラーム国家の擁護者からの反論として、不倫、同性愛は、汚らわしい性的盗作であり、死刑になって当然であるという意見、盗責や、生き埋めなどの刑罰は慈悲深く自愛返帰や、ダーフの、お定めになった信奉であるという意見、立教は、 真実の教えイスラームを受け入れた後そこから離れた許されざる犯罪であるという意見などが出されている。ちなみに、レイプ被害者が死刑にされたという事例は、イランで2004年8月14日に死刑判決が下り翌朝執行された16歳の少女である。この少女は13歳の頃に少年と二人、霧でいたという理由で無知打ち刑を受けた経験がある少女で、 51歳の既婚の男性から、レイプされそのことを黙っていたことによる罪で逮捕され、近所住民から彼女は不道徳であるという訴えを、加え、裁判で、レイプされたことを実証できなかった上に着ていたベールを、裁判中に投げた結果、死刑判決が下ることとなった。裁判では見た目から彼女の年齢を22歳ということにさせられ、また死刑執行の際に家族に、 死刑執行することを伝えなかった。また、この加害者の男性は95回の無知打ち刑で済んだ。この内容を2006年になり、BBC が伝えた。第3位はエジプトで少なくとも107人が執行されている。前年の推定32人から107人と前年に、比べ3倍以上に増加しており、死刑執行された23件は、 政治的暴力に関連した事件で有罪とされた人々に対するものであり、拷問や自白の強要がされていと指摘されている。さらに、2016年以降アフリカ諸国で最も死刑執行している国である。同じイスラーム国家であり、2019年に3位にいたサウジアラビアは2020年に27人が死刑執行された。またこの年は、 薬物関連の犯罪での死刑執行が一時停止された影響により、前年の184人から21人と9割近く減少している。サウジアラビアの死刑囚の大半は外国人労働者であり、死刑が適用される犯罪が、麻薬の密売、売春、国王またはイスラム教に対する冒徳といった人命を奪わない、犯罪に対しても死刑が適用されている。 また、インドネシアとの間で、メッカで働いていた、家政婦が雇用主の暴行に反撃し視殺した、インドネシア人家政婦を暫首刑にしたことで、外交問題に発展したこともある。米国では2020年で17件の執行があり、かつて1999年は98件と100件近かったが、2000年以降減少傾向である。 2011年以降の執行方法の傾向として、主に虐殺で行われており、2013年1月16日に行われたバージニア州でのロバート・グリーソンへの執行を除きすべて、テネシー州で電気椅子による死刑が行われる。また、1977年から2020年まで全米で1529人に執行され、そのうちの 約88%にあたる1349人が虐殺刑によって執行され、残りの虐殺刑以外の死刑執行においては、約91%が電気椅子である。死刑囚の人種別では、2020年10月1日時点において、死刑囚の人種別では 42.、42.15%が白人、13.44%はラテン系。 41.60%が黒人2.81%がその他の人種であった。多くの国では未成年者を処刑することを禁止しているが、犯行時18歳未満であった者を処刑した国が1990年以降に8カ国存在した。このうち米国は1990年から連邦最高裁により意見が出された2005年5月までの間に、 犯行時に16歳だった者を含む19人を処刑し世界一の執行数を記録させた。また2020年では少なくとも3人が18歳未満で犯した犯罪で処刑された。国別ではすべてイランである。またモルディブもこの要件に相当する死刑囚がいる可能性がある。そしてイトであるイランでは1990から2020年の間に 18歳未満の少年104人の死刑執行が報告されている世界の国の中には死刑制度は存知している国も少なくないがロシアや韓国のように死刑制度があり死刑判決が言い渡されていても10年以上死刑執行が行われていなければ事実上死刑制度停止国としてカウントされている場合もあるそのため下記の表は2020年に 死刑の執行が行われた国の一覧である。ただし、これらの数字は確認できる最小限の数字である。なお、いずれも公式な裁判によって死刑が確定し死刑の執行が行われたものであり、治安部隊が秘密裏に故意に殺害した場合や秘密裁判による非公開の死刑執行が行われている可能性のある国は含まれていない。 秘密警察などの拷問による死亡や、正規の刑事手続きによる裁判を行わずに、当局が即決で死刑にしたような場合はもっと存在すると言われている。また、新型コロナ感染症流行の影響により、裁判の遅れや司法手続きの停滞が生じている。また、その影響により、シンガポールと日本はなしであった。ヨーロッパ唯一の死刑存知国であるベラルーシは、 2020年8月に行われたベラルーシ大統領選挙の不正に対する抗議活動等の混乱により執行はなかった。下記の表は2019年に死刑の執行が行われた国の一覧である。なお、いずれも公式な裁判によって死刑が確定し死刑の執行が行われたものであり、治安部隊が秘密裏に故意に殺害した場合や秘密裁判による 非公開の死刑執行が行われている可能性のある国は含まれていない。以上のことから中国の死刑執行が際立って多いがイスラム法による厳罰主義をとっているアラブ諸国も多い。なお、アムネスティ・インターナショナルによれば中国は2020年に1000人以上が死刑執行されていると推測している。しかしながら中国は政府に 都合の悪い情報公開を行わない国であり、死刑に関する統計は内政問題であるとして国際社会に十分に開示していない。そのため中国の死刑執行推定数はアメリカのある人権団体中米対話基金によれば減少傾向にあるものの2018年は2000人が死刑執行されているとの推計を出し、2004年までは1万人以上の 死刑執行がされていた。そのため、人口が世界最大とはいえ処刑が多く、欧州諸国から人権侵害との国際的非難を受けている。同様に、麻薬所持で死刑が執行される厳罰主義のシンガポールも非難を受けている。また、日本は先進国ではアメリカについて多いが、州知事が死刑執行命令書を出すアメリカと違い、法務大臣が 死刑執行命令を出しているため政府が積極的に死刑制度推進を進めていると言えるため前述のように欧州諸国から日本の人権問題として中国と同様に非難を浴びる場合もある参考に19世紀頃のヨーロッパ諸国及び日米の死刑宣告数及び死刑執行数を過表に掲げる19世紀のヨーロッパ諸国及び 日米の死刑宣告数及び死刑執行数下記の表であるが法律上死刑を廃止した年と戦時を除く通常犯罪に対する廃止年である。また参考に最後に死刑執行が行われた年も判明している場合記載している。これからわかるように長期の死刑執行猶予期間を経て死刑が廃止される国も少なくない。実際にギネスブックに 1798年に世界で最初に死刑を廃止した国家として掲載されているリヒテンシュタイン公国の実際の死刑制度廃止年は1987年のことであり、それまで2世紀にわたり事実上死刑存敬国であった。また平時で死刑が廃止されていても戦時では死刑が取り行われる場合もある。例えば中世ヨーロッパでは貫通を犯した既婚者女性は 原則的には、歴史刑に処せられていた。ただし、現在でもイスラム法を重要視している国では、不倫や婚前前性交渉を理由に死刑になる場合も存在する。例えば、結果として死亡する刑罰として、日本の江戸時代には、切腹、残首、貼り付け、残切り引き、家財、下手人、死罪、獄門の発手が規定されており、それらは別種の刑罰とされ、 適用される罪も、それぞれ異なっていた。うち、切腹は、武士に対する名誉を保った、死刑、斬首は、武士に対する不名誉死刑であり、結果として死ぬことは同じであるにせよ、切腹と、斬首の間には、天と地ほどの開きがあった。死刑の種類は、地域的、歴史的に実に、数多くのバリエーションが存在した。なお、犯罪者を、 社会から隔離し再犯を防止するための手法として、流刑が存在した。イギリスにおけるオーストラリアへの流刑や、日本における伊豆諸島への流刑、ところ払いなどの事例を挙げることができる。これらは自由刑と理解することも可能なものではあるが、現代的自由刑とは発想が異なり、コミュニティからの追放、排除を主たる目的とするものであった。近代になると、 死刑執行方法として最終的には公主刑と斬首刑が残ったがどちらが人道的な刑罰なのかについては国によって意見が分かれている。フランス、ドイツ、スウェーデンなどでは公主刑を廃止して斬首刑のみになっているがイギリスをはじめとするイギリス連邦諸国では斬首刑を廃止して公主刑のみになっている。日本も斬首刑を廃止して 公主刑のみとなった国である。フランスでは、死刑の方法を単一化するにあたって、公主刑と残主刑のどちらにするかで議論が起きている。その結果として、残主刑を行う専門の装置となるギロチンが誕生している。例外的に、アメリカでは近代になるほど、ガス室、電気椅子、薬殺など多様な死刑執行方法が開発され、並行して使われるようになった。 現代でも、残死刑、公死刑、重殺刑が並行して実施されている国としては、サウジアラビアなど一部のイスラム法の国を挙げることができる。ただし、このあたりは、各国法制度の設計には、かなりの幅があり、重い経済犯罪や強姦、麻薬などに対しても死刑が選択される国もある。死刑を宣告された犯罪者が死刑を廃止した国の国民である場合には、 外交問題への発展を避けるために、減刑や執行停止が行われる事例が多発している。王妃、中国駐車死刑的行前ほど。網駅。 h、er、t t p s w w w 1 6 3 c o m d y a r t i c l e f t 8 m 0 7 v 7 0 5 1 7 f 6 g h 1 h t m l 2 0 2 1年6月28日閲覧。ab 現代版の公開処刑中国で相次ぐ死刑囚の最後密着報道。当局の狙いとは日刊再造。 ピアニッシモ 1https コロンスラッシュスラッシュ www.cyzo.com スラッシュ2015スラッシュ10スラッシュポスト24358エントリーに html2021 年6月30日閲覧中国の競技場で公開裁判被告十人に死刑判決裁判後すぐに軽執行 AFB 通信 https://www.afppb.com スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ31558442021年6月30日閲覧。国有会社元トップの死刑を執行。中国史上最大の収賄受領で。afb 通信。東方新報。 https://www.afpbb.com スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ 3330345?cx パートイコールサーチ2021年5月8日閲覧。abcd アムネスティインターナショナル死刑廃止最新の死刑統計。 h t t p s w w w a m n e s t y o r j p h u m a n r i g h t s t o p i c s l a s h です。ペナルティー・スタティスティックス・ HTML2021 年5月2日閲覧。ab 世界の死刑、中東4カ国で9割イコールアムネスティ年次報告。bbc https://www.bbc.com/.japanese/.568264492021 年5月2日閲覧。デスペナルティインフォメーションセンター。ファクツアバウトザデスペナルティハットデスペナルティインフォメーションセンター。レイシャルデマグラフィックス。2020年1月17日閲覧。イラン。 17歳二人の死刑執行人権団体が、避難。CNN、https コロンスラッシュスラッシュ www.cnn.co.jp スラッシュワールドスラッシュ 35136482.html2020 年8月10日閲覧。AB アムネスティ・インターナショナル。死刑廃止最新の死刑統計。 https www.amnesty.or.jp スラッシュ human-rig hts スラッシュトピックスラッシュ,ッシュですペナルティースタティスティックス html 2020年5月17日閲覧2008年9月28日の毎日新聞によれば軍事政権がカメラマンを銃撃する命令を兵士に 伝達していたという。そのため、軍事政権が事前に処刑命令を出していたと言える。フィリピン・ドゥテルテ政権の麻薬戦争 ICC が本格捜査へ。 アムネスティインターナショナル、https コロンスラッシュスラッシュ www.amnesty.or.jp スラッシュニューススラッシュ2021スラッシュ 062592134HTML2021 年7月10日閲覧。鈴木明子。取締りで、死者5000人、それでも人気衰えずドゥーテルテのフィリピン麻薬戦争。朝日新聞。 h t t p s スラッシュ l o b e a s s a c h i c o m スラッシュアーティクルスラッシュ119895122021年7月10日閲覧。中米対話基金。デスペナルティリフォーム。2020年9月5日閲覧。AB 韓国統一研究院2015。 ピアニッシモ60 https,、https コロンスラッシュスラッシュレポ .kinu.or.kr スラッシュハンドルスラッシュ 2015.org スラッシュ24032021年5月9日閲覧チャイナエクセクションスシュローデドインシークレシー。 b b c ニュース、BBC news, h t t p n e w s b b c c o u k スラッシュにスラッシュハイスラッシュ 8432514.stm2010 年7月14日閲覧。中米対話基金。デスペナルティリフォーム。2020年9月5日閲覧。中米対話基金。デスペナルティリフォーム。2021年5月8日閲覧。 明治法制経済史研究所。改定律令249条はじめ公開制の件。郊外第16公意見書。原動委員会議筆記前二3243から244。土井10.115011348,658。今井武志義美。資料20イギリスにおける死刑廃止その経過と現状。死刑のあり方についての勉強会。 ピアニッシモ 1http コロンスラッシュスラッシュ www.moi.go.jp スラッシュコンテントスラッシュ 00096625.pdf2021 年5月11日閲覧法務商店昭和43年版犯罪白書第3編犯罪と犯罪者処遇の100年第3編統計表3-7表紙系執行人員 h t t p h a k u s y o 1 m o i g o j p j p q n f m n 9 3 1 1 0 0 h t m l 0 0 3 0 0 7 h 2 0 2 1年5月10日、閲覧。福井県鶴ヶ群鶴ヶ群市、第5編人物。ピアニッシも、1126から1127、どい。 10.11501、95万917、https コロンスラッシュスラッシュデシリットル .ndl.go.jp スラッシュインフォ、ndljp、ビド、95万917、5972021年5月10日、閲覧。石川県立図書館、明治中心蔵明治最後のあだうちと言われた。 ホンダ・マサヒラ暗殺について載っている簡単な資料はないか。レファレンス共同データベース。国立国会図書館。2021年5月10日閲覧。エクセクションス・オーバービューエクセクションス・イン・ザ・ u s エクセクからン0イ2ザ・ SP ファイルハットギネス・世界記録2006ポプラ社123ページ。ニト・アルベス1945から1977。19 アスシアスを27で舞いを。2021年5月8日閲覧。ベナン、チューブラリーな状態の死刑囚たち。アムネスティ・インターナショナル。https コロンスラッシュスラッシュ www.amnesty.or.jp スラッシュニューススラッシュ2017スラッシュ01186610。html2021 年5月9日。閲覧。ブルンジ。 新報は死刑を廃止するも、同性愛を禁止。アムネスティ・インターナショナル、https コロンスラッシュスラッシュ www.amnesty.or.jp スラッシュニューススラッシュ2009スラッシュ 0424074HTML2021 年5月8日閲覧。ボコハラム戦闘員10人、判決翌日に、死刑チャド。AFB 通信。 https://www.afpbb.com コロンススララッッシシュュスラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ30587852021年5月8日閲覧。今後共和国政府。 h t t p s w w w c o n s t i t u t e p r o j e c t o r g スラッシュカン n t ー r i e s シ a アフリ f r i c a ュ l a s h c o n v o the, lang="enconvo, s-constitution of 2015 title 2, of the fundamental rights and freedoms サブタイトル i, of the rights and freedoms アーティクル 8, right to life, ザ・コンパラティブ・コンスタトゥーションス・プロジェクト h t t p s コロンスラッシュスラッシュ w w w c o n s t i t u t e r o j e c t o r g スラッシュカントリーズスラッシュアフリカスラッシュコンゴザラングイコール EN2021 年5月9日閲覧 A.B. 永田健二オセアニアにおける死刑関西大学法学論集67 569から 573? 一瞬 0437648X メイド1200億636万 4687https コロンスラッシュスラッシュ kansai-u.repo.nee.ac.jp スラッシュ。アクションイコールページーズビューメインアンドアクティブ。アクションイコールリポジトリービューメインアイテム。ディテールアンドアイテム。 ID イコール 3978& アイテム No.1& ページ ID イコール 13& ブロック ID イコール212021年5月9日閲覧フィリピンエクスキュージョンファーストオブミレニアム b b c ニュース、News, h t t p news.bbc.co.uk スラッシュ2スラッシュハイスラッシュ asia dash pac スラッシュ 590220.stm2021 年6月15日閲覧。Concluding Observations of the Human Rights Committee ガボン UNDOC CCPR CO70 GAV ミネソタ大学。二千二十一年五月八日閲覧。ギニア。改正刑法士刑を廃止する一方で、面積と。抑圧を助長。アムネスティインターナショナル。H <ht> T T P S コロンスラッシュスラッシュ W W ドットアムネスティドットオールドットジェーピースラッシュニューススラッシュ二零一六スラッシュ零七一四六千百七十七。H T M L 二千二十一年五月九日。閲覧。 キニー、デスペナルティー、フィアーオブイミネントエクスキュージョン、アムネスティインターナショナル、https コロンスラッシュスラッシュ www.amnesty.org スラッシュ EN スラッシュドキュメンスラッシュ afr29 スラッシュ004スラッシュ2001スラッシュ EN スラッシュ2021年5月9日閲覧。 カザフスタン、死刑を廃止。AFB 通信。https www.afpbb.com a r t i c アーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ33242522021年5月8日閲覧。ABC、モンゴル、歴史的決定で死刑廃止へ。 アムネスティインターナショナル、https コロンスラッシュスラッシュ www.amnesty.or.jp スラッシュニューススラッシュ2015スラッシュ 12085752html2021 年5月9日、閲覧。マラウイアウトローズデスペナルティ。ニュース 24https www.news24.com ニュース24、アフリカ、ニュース、マラウィアウトローズデスペナルティー -2021 万4282021年5月9日閲覧アルビの青年殺害の男に、初の死刑判決、マラウィ、AFB 通信。 https://www.afpbb.com/.articles/.32236502021 ーー年5月9日閲覧。l a マンゴ g o l i a b o l i ー o n f i n e l a ペ e n n d e m o a m n e s t y i n t e r h t t p s www.amnesty-fr-penn-demoi, tocha, o c t o ルマイナス 1ERJA-2017 ラ、マンゴーリーエンテリネオーンファンラベリション2021年5月9日、閲覧。ルワンダ、死刑を廃止、アムネスティ・インターナショナル、https コロンスラッシュスラッシュ www.amnesty.or.jp スラッシュニューススラッシュ2007スラッシュ07277700。 19.html 2021年5月8日閲覧。当合アバリシャスザデスペナルティ。2021年5月8日。閲覧。ザデスペナルティインウズベキスタン。トーチャーシークレシー。2021年5月8日閲覧。アムネスティ。インターナショナル死刑廃の歩み。 h t t p s w w w a m n e s t y o r j p h u m n r i g h t h t s t o p i c p d f d p 2 0 1 9 h i s t o r y pdf2021 年5月2日閲覧。ありがとうございます。